ではここからちょっとじゃあ、オンラインの皆さんも会場の皆さんも肩を回すなどして、はい、腕を伸ばしていただいて、この後引き続きアート×防災のセッションに入っていきたいと思います。こちらは、アレッセ高岡の青木さん、プラスアーツの永田さん、引き続きお願いします。そして、若狭公民館、宮城さんも引き続きお願いいたします。植地さん、田村さんもコメントを引き続きよろしくお願いいたします。では、オンラインの永田さん、キートに続いて、今度は防災の方ですね。防災についてご活動の紹介をお願いいたします。日本全国、そして海外、世界各地にも活動が広がっている大変興味深い事例ですので、ご存知の方もたくさんいると思いますが、楽しみに、聞いていただけたらと思います。永田さん、ではお願いいたします。はい。じゃあ、こちらが、地球示しをいただいた方の、プラスアーツの活動、団体の活動紹介をしたいと思います。で、こちらの活動の前にちょっとお伝えしたいのが、私たちは地域豊穣が地域を豊かにするために、風水土と種というフィロソフィー哲学を展開しながら活動してるんですけども、ベースに置いて活動してるんですけど、これが、簡単に言うと私たち風の人で、風の役割っていうのは、強い種を運ぶ存在。今、土の人、地域の人ですね。地域の人が、地域コミュニティがかなり崩壊気味で、今日の話で言うと、防災訓練になかなか人が出てこない。でも、担い手がいない。高齢化、マンネリ化しか聞こえてこないですけども、こういう時にやっぱり種、防災訓練そのものの活動そのものを変えなきゃいけない。種って活動のことなんですけど、それを強い種に作り変えて運んでいく存在が私たち風の人。で、その、強い種を、持っていくわけですけども、それに水をやって育ててくれる人がいないと、私たち、その地域支援に行きますけど、去らなければいけないので、やっぱり土がちょっと乾いているというか枯れてますので、そういう中で水をやって育ててくれる人、これが町内会の人とか、PTA さんとか、社協さん、公民館で、実は若狭公民館さんにもこの居酒屋よりキャラバンという種を運んだ、昔運ばせていただいたと、紹介させていただいたということになります。で、私たちが作る強い種には2つの条件があって、1つが、プラスクリエイティブですね。クリエイティブ、さっきの、既成概念にとらわれない新しい発想で活動を魅力化すること、楽しいとかワクワクできるとかがとってもいいと思いますけど、そういう活動を持ち込むことと、もう1個は、持ち込むんですけど、ゆるゆるというか、もう、関わりしろとか予知だらけで、いじられ倒して、なんていうんですかね、ローカライズ。カスタマイズされて、その地に馴染んでいくというか、獲得されていく、オーナーシップが移る、そういう活動、種を持っていかなきゃいけないんじゃないかということを、現場ですね。現場で肌感覚で学びながら活動を作ってきました。で、居酒屋よりキャラバンという活動を紹介するんですけども、まずやったのが、この被災者の声を集めて、被災地で本当に役に立つ知識や技って何なのかということを学び、これはもう、車のジャッキが使えたとか、水が止まるからラップを食器にかぶせなきゃいけないとか、いろいろあるわけですけども、こういう、教えてもらったことから、少しそのまま伝えるわけにいかないので、特に子供たちに向けて伝えてるので、ちょっとプラスアーツ、プラスクリエイティブでもいいんですけども、既成概念にとらわれない新しい発想で活動を作った。これが居酒屋よりキャラバンになります。でも見ての通り、カエルのキャラクターがいるのと、ゲームとかクイズとかいろんなものを駆使して、テレビ番組でやっているようなこともヒントにしながら、子どもたちがこうワクワク、楽しく、もう夢中になるような防災訓練を作った。これが居酒屋のキャラバンです。さっきの被災者の声がベースで、そこからプログラムがこうやって作られてるんですよね。で、例えば消火器の的当て、これストラックアウトになってたりとか、もう怪我人を運ぶ、もう担架で使って運ぶんですけども、5メートル先行って帰って、このカエルの人形を運ぶんですけども、タイムランキング出したりとか、いろんな工夫で、プログラムをこうより魅力的にし、そしてカードゲームとかボードゲームもたくさん作って、教材もいっぱい作って、これ学校の先生がいっぱい使ってくれてるんですけど、こういうものを開発しました。で、結果、昨年度までで37都道府県で630回以上の支援を繰り返し、行った先で、全部支援に行ってるんですけども、感じるのはもういろんな人たちというか、ステークホルダーがたくさん参加して、みんなでこう作る防災のお祭りのようなことが各地で始まってるんじゃないかなと思います。で、ちなみに防災訓練って高齢者が頑張ってるんですけど、高齢者たちも息を吹き返すというか、日が当たってない高齢者たちがものすごく元気に活動するようになったり、
で、これが沖縄ですね。で、沖縄はもういじり倒されていて、カエルがヤモリになったり、僕らカエルとオタマジャクシの人形劇やってるんですけど、シーサーの親子に変わってたり、オリオンビールが出てきたりとか、もう本当に原型をとどめてないですけども、まあ、こうやって陸海あるキャラバンとして、もう馴染んで展開されてますし、で、最近ちょっと僕が特に力を入れてるのは、地元の中高生がかなり手伝いに来るんです。ですから、もう今地域の防災訓練で町内会がやってるわけですけども、本当にさっきの高齢化マンネリ化でみんな困ってるので、今神戸でモデル作ってるんですけど、中学生は授業、まあ総合学習の授業の成果発表の場として地域の防災訓練に手伝いに来る。高校生あたりはボランティア部がみんな手伝いに来る。みたいなことを、今、つなぎですね。このつないで新しい担い手を子供たちというか学生たちが担えないか。まあもちろん大学生もいっぱい手伝いに来ますけど、まあそれをちょっとモデル化してやってるのが JICA でやってる、いざ見返る大キャラバンという、これもう10年以上続いている活動ですけども、これパッと体育館の、いっぱい会場があるんですけど、これ実はここに出てる団体全部高校生、大学生なんですね。で、もう今年は中学生もブース出すことになっていて、そういう、ユース世代だったり、この若い世代をいかに防災教育の担い手にするかっていうことが、今私の一番の関心事なんですけど、まあ、高齢者も元気になってもらうってこともあるんですけども、まあ、両軸で地域の防災をもう一度、みんなで盛り上げられないかなっていうことをやってます。まあ、ちなみに地球シミッションいただきましたので、海外は今23カ国で支援をしていて、今もうネパール通ってますけど、はい、これもそうですね。カエルがもうキャラクター変えられちゃって、インドネシアは子鹿キャラバン、フィリピンはサルキャラバン、トルコはクマキャラバン、イランはよくわかんないですけど、これウミガメキャラバンですけど、そういうふうにいじられ倒されていると。で、今通ってるのがこのネパールで、小学校の中に防災クラブっていうのを作って、このモデルを今どんどん広げていると。10校で始まった学校が今50校ぐらいになってて、このクラブの子供たちが地域の大人たちに教え始めるみたいなことも今生まれていて、まあ、こういう取り組みをまた日本に持ち帰って、逆に学んだことを活かせられないかなというふうに思っています。今年はちょっと実は節目の年でして、今まで国際交流基金とか JICA の支援を受けて支援をしてたんですけども、今フィリピンなんかもそうなんです。全部向こうの自治体から直接契約をして、お金をいただいてということで活動の支援が始まっているので、こういうのをどんどん世界に広げていきたいというふうに思っています。はい。防災は楽しいということを、全世界に広げていこうと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。防災楽しいというコピーが最後入りましたが、同じ防災の取り組みをしておられる、アレセ高岡の青木さん、まずちょっとお話伺っていいですか。富山県から参りました NPO 法人アレッセ高岡の青木と申します。アレッセ高岡は2022年度の、地球市民賞受賞で地域サポート若狭さんとクラスメートみたいな、その1年半来たいなと思ってたので今日来れて嬉しく思っています。この後アレッセの活動紹介もあるんですけれども、アレッセ高岡としても防災に注目していろんな活動を展開してきたんですけれども、ちょっと不勉強なままにアレッセは進めてきたもので、私たちもやりながら楽しいって大事なんだっていうことを最初から気づいてたわけじゃなくて、やりつつどうやって人を巻き込んでいくかっていった時に、このキーワード、その通りだよなって、もうだからキャラあのカエルキャラバンのことを最初から知ってればよかったのにって、今改めてこのビデオを見ながら思っていました。で、富山県では1月、富山県というか1月1日に能登半島地震が、大きい地震があって、富山県も一部被害に遭った地域があって、私が住んでいるところは、比較的大きな被害はなかったんですけれども、なんかスポット的に大きくこう被害、例えばあるこの地域は大丈夫なんだけど、あるアパートがもう全然使えなくなっちゃって、もうエレベーターももちろん止まったし、水道も使えなくなって、立ち退きをこう余儀なくされたみたいなところが出てたんですよね。で、そこが外国人が多く住むアパートだったりして、で、そういった、でもそこの住民の人たち、私分かるんですけど、人たちがじゃあアレッセも含めてですけれども、地域の防災の活動に参加してたかって言ったら、参加してなかっ
たですよね。で、そこに地域に、そのアパートに住んでいる人たちは経済的に厳しい、経済的だけじゃなくて家庭的にもいろんな問題、課題を抱えている方たちが多くって、で、そういった人たちが普段いろいろしんどい思いをしているのに、たまの休日になんかシリアスな防災訓練に参加しますかって言ったら、そりゃしないだろうなって思って、で、やっぱりなんかたまの休日ぐらいは普段の嫌なこと、お金がないなとか忘れて楽しく過ごしたい。で、その時にじゃあああいう人たちは防災訓練に来ないからって言って、こう何て言うんですかね 困ったねみたいな扱いをされてたのが今までだったんですよね。でも本当にこういった発想でいろんな人たちを巻き込んでいくことこそが本当に大切だなっていうのを、本当能登の震災でもすごく思い知らされましたし、私は先進的なこと全然この場で言えなくて学ぶばっかりなんですけれども、改めて今日のこのカエルキャラバンの話とか聞いて身に染みました。楽しい、防災楽しいキーワードに地域でも活動していきたいなって思いました。はい、ありがとうございます。では、沖縄津カンシュルの植地さんにも伺いましょうかね。先ほどのコミュニティのセッションでも、永田さんの正しいより楽しいっていうところに植地さん反応してたと思うんですけれども、今の防災の方のお話を伺っての感想もいただいていいですか？質問でも。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱこの、なんていうんですか、いい意味で、手法が、なんですか、固まってないというか、それこそいじり倒されるみたいな話でおっしゃってましたけど、まあ、その地域地域によって、こういったデフォルメであったりとか、改変できる余白があるということで、よりその地域とかコミュニティっていうところに、まあ、すっと入っていくような形になっているっていうところがすごく面白いなっていうところで見てました。で、まあ、やっぱり沖縄で言うと台風とかですよね。災害とかっていう台風とか、まあこの間もちょっと津波警報とかもあったりとかした時に、まあじゃあその台風っていう時にすごく SNS とかでなんか友達が停電してて困ってるみたいな時にどう手を差し伸べたらいいんだろうなみたいなことをまあ最近とかすごく考えてたりとかしてて、まあちょっとこれはなんかコメントになるんですけども、あと質問にもちょっとまとまりきれてないんですけれども、そういうなんかすごく災害とかがも多様化していて、まあ人災ももしかしたらあるかもしれないっていう時に、なんかすごく防災っていうところがすごく重要になってくるし、想像するっていうアートっていうところは、まあ非まあ現実にはまだ起きてないけど、想像するということをまあイメージするっていうことをしていける、まあところでもあると思うので、すごくなんか私たちとしても、沖縄津カンシルとしても、何かそのクリエイティブとかアートというところを用いて、何か今後の暮らしをより生き抜くというか、まあ準備体操をしていけるような形でのプロジェクトっていうのを考えていかなきゃなっていうところを、すごく、感じております。はい、すみません、コメントです。はい、植地さんありがとうございます。はい。そうですね、このアートというのはリハーサル機能というか、想像して、現実に起きてないけれどもリハーサルしてみる機能というのがを作ることができるというのが特徴だと思うんですが、永田さん、お二人のコメント、それからご質問も受けて、永田さんがそもそもこの活動を始められたのは1995年の阪神・淡路大震災が大きいと思うんですね。そこから、まあ、現在に至るまで本当に災害、自然災害頻発するようになってきている、こういう状況を見て日頃からの備えについて、何かこう今一番日頃からの備え、特にコミュニケーションっていうところにおいて、何かみんなに、アドバイスというか、なんかコメントをいただけたらと思うんですけれども。はい。難しい質問です。まあ、あれですね。ありますよ、いっぱい。例えば、今の時代だと、まあ、コロナも収まっているか収まっているかよくわかんない状況なので、まあ、例えば在宅避難みたいなものが今は壺になっているので、やっぱり在宅避難の準備をしっかりしておいた方がいいとかっていうのもあるんですけど、
なんですかね、その災害がすごく多く増えて、めちゃくちゃ増えているのに、なんか一方で地域、コミュニティの防災の人たちっていうのは、なんか本当に誰も手伝ってくれなくて、孤立しているところが多いっていうか、で、本当にみんなもう、待ったなしの、瀬戸際なんですよ。もちろんうまくいってるところありますよ。でもそんなの本当に数えるほどで、本当に困ってるんですね。だから、これを何とかしないと、なくなってみんな気づくんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱりそういう災害があった時に、さっきのつなぐじゃないんですけど、やっぱりつないでくれたり、サポートしてくれる組織があるってことは、本当はすごく大事なことなんだけれども、それがやっぱり、みんな、ちょっとそこだけは人ごとに、防災の備えに関しては自分ごとになってきたんですけど、そこまでやっぱり自分ごとになっていないっていうところが、相当大きな問題だと思うので、まあ、それがさっきご紹介したどうやって担い手を増やすかっていうことにつながっていくんだと思うので、まあ、そこに対する意識ももっと強く持ってもらえるように、まあ、言うだけじゃダメなので、そういう取り組みをこれから加速しなきゃいけないかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。非常に大事な、本当に切実な問題なんだということが伝わってきましたので、ご紹介いただいた、取り組みをもとに、いろいろ皆さんでも今後も考えていけたらなと思うんですが、その永田さんから、いじり倒したのかどうかもついでに伺いたいんですが、オーナーシップを移して沖縄で、いざカエルキャラバンが、あるプロジェクトになりました。それについて、若狭公民館の宮城さんから、ご紹介いただきたいと思います。直近の津波の、お話なども含めていただけたらと思います。ありがとうございます。4月3日に津波警報が出た沖縄県全域にですね、出た時もいろいろバタバタして、まさにここがこう緊急避難の場所になったわけなんですけど、そこでいろいろ対応しました。護岸工事をしている作業員の皆さん、ここに避難してきたりとか、そういうことがあったんですね。実は若狭公民館エリアって、この地図の中の緑っぽいところのほとんど若狭公民館のエリアです。海抜2メートル前後の地域が広がってるんですね。それが若狭公民館が所管しているエリアということは、やっぱりいざという時に津波とか、そういったものがあると非常に不安だということです。その防災、若狭公民館で防災に取り組むきっかけはやっぱ3.11ですね。東日本大震災。それを受けて、テレビとかニュースなどで見える、この流れてくる津波の映像とかですね、飲み込まれた被害の映像などを見ながら、やっぱり地域の皆さんがこの辺りも危ないんじゃないかと、不安だなっていう声が聞こえるようになってきたんですね。それを受けて、私たちはいろんな取り組みを始めるようになりました。沖縄ってなかなか地震ってないよね、津波もピンとこないねっていうイメージがあるかと思うんですけれども、実はですね、地震の発生回数っていうのは全国でも非常に高い方なんですね。で、30年以内に震度6以上の大地震が起こる可能性があるということも言われてたりします。で、有名な明和の大津波などもあって、実は津波被害が過去にはあったという、そういう状況もあるので、実は地震津波に無縁の地域とは言えないと。そういった中で、やっぱり先ほどありました阪神・淡路大震災などの教訓でいうと、やっぱり自助、共助によって命は救われたとか、そういうことがあるんですね。一方、自主防災組織率というのは非常に低い状況、沖縄の状況、この工程で映っているのは沖縄の状況ですけれども、那覇はさらにその半分程度だったりします。非常に、低いと。そういった状況の中で、じゃあいざ災害があったらどうしようかと思った時に、発災して、緊急避難、命を守る72時間、そして避難所生活とか復旧期間があり、復興があるわけですけれども、私たちはこの各フェーズに対してどう向き合うかっていうと、それぞれ、取り組むべきことはあるんだけれども、それを想像しながら、この今、この平時である防災をどうしていくかということを考えて取り組んでいます。永田さんおっしゃったように、それでどう取り組むかって言っても、なかなかですね、いろんな地域そうだと思うんですけど、防災訓練、避難訓練するって人が集まらないって、そういう状況があるかなと思います。私たちも地域の声を受けて、じゃあ
防災の講座をしましょうということでいろいろ取り組みました。その東日本大震災の後の復興の支援に行った方からその情報を聞いたりとか、防災の那覇市のその当時は防災、市民防災室という今防災危機管理課という名称になってますが、そこの方を招いて自主防災組織をどう作ったらいいんだみたいなことをしたり、いざ災害のことを想定しながらこのリグっていう頭上訓練をしたり、それでも伝わらないなということで沖縄の昔話をこう伝承ですねを紙芝居にしてこんな津波の話があるよっていうことを伝えていく、そんなことをしていたんですが、どうにも広がっていかないなということで、やっぱり多世代多様な人が楽しめる防災の取り組みが必要なんじゃないかと思いました。その時にやっぱりヒントになったのが先ほどですね、先ほど紹介していただいたいざ帰るキャラバンなんですけれども、実は帰るキャラバンが生まれた2005年、その当時その頃から永田さんとは知り合ってるんですけれども、しばらく疎遠になって10年後ぐらいに、こう帰るキャラバンが全国に広がっている様子などは情報は入ってきてたんですけど、それをこのやっぱりもっと沖縄で、帰るキャラバンみたいなことができたらいいのになってこう思ってる時、永田さんと再会する機会があって、改めてそのお話を聞いてこれぜひ沖縄でやりたいということで打診しました。とはいえ神戸にいる永田さんたちをお招きしてこの1回のイベントをしても継続しないんですね。そこで相談してもうあのいじり倒そうと、カエルキャラバンを持ってくるんではなくてもう沖縄版として開発したいんだけどって言ったら面白がっていただいて、そういうカエルをヤールにしたりとか、そういったことでキャラクターも変えながらこのいろんな資機材を作るっていうのもですね、あの地域の人たちと一緒にやって、自分たちでキャラクター作ったり、そのものを作ったりしながら取り組んでいったと。でそういう活動をしていく中で、生まれた、やってる中でまた他の人からもこう防災の取り組みもっと面白いことできないかなとか、例えば大学の先生とか、そういう学術的、中的な知見も生かした取り組みをしたいというような話とかもいろいろ来る中で、いろんな人たちが関わって生まれたのが那覇防災キャンプっていうイベントなんですけれども、これ季節ごとにやってます。いろんな地域、若狭もそうなんですけど、屋内や屋外や、場所を変え、そして季節ごと、季節ごとっていうのは夏と冬だとやっぱり避難するときに対応することって変わりますよね。キャンプという楽しみながら、楽しいことを通しながら、あの楽しいけれど不便、不便なものを楽しむ、そういうものを通しながらいざ避難所での、模擬避難所体験みたいな、そういったことをするっていうのがこの防災キャンプです。はい、これをいろんな人たちでやって楽しいので関わる人たちも増えていくんですね。行政機関、防災の専門家はそうなんですけど、キャンパーだとかペットのコミュニティであったり、障害の当事者であったり、で子育て支援の関係団体の方とか、いろんな人関わってみんなで一緒に作っていくっていうことをしてます。はい、であのこの公民館で寝泊まりしたり、いろんなところでやってるんですけれども、ここであの、防災とかいろいろペット防災なんかもやったりとかですね、ただ、この防災キャンプってこんなものを持ってきてくださいっていう持ち物の指定はしないんですね。一泊避難しないといけない、その時何持ってきますかっていうのを考えて持ってきてもらうことにしてます。そういった中で食べ物とかもそこにあるとは限らないので自分で持っていくと、自己完結っていうことをテーマにしていて、それを持ってきたものをお互いで自己完結と言いつつも自己責任ではなくて、お互いで共同してシェアして助け合うみたいなことをすると、そういった中でキッチンもですね、熱源とかを用意してそれを自分たちで共有しながらやっていくとか、そんな感じでしてます。で同時に場所を変えてっていう話もしたんですけれども、その土地であったり、そこの施設であったり、その周辺で、起こりうる課題っていうのも変わりますし、そこにある資源も変わってくる。で防災散歩をして、地域の資源を確認したり、ここが危険だねとか、
いざという時にこういうものは生かされるよねっていうことをみんなで見て知っていくっていうようなことを取り組んだりしてます。そういう実践的な取り組みと合わせて研修会とか講演会とかシンポジウムみたいなものも、合わせてやってるという感じで取り組んでいると。そこではここでやった時なんですけれども、各テーマ、高齢者であったり子どもであったり、ボランティアであったり、その時の食事、外国人が来るかもしれない、観光客が来るかもしれない、体の不自由な方が来るかもしれない、そういったことを想定して、そこに集まった人とテーマごとにグループで分かれて、1泊宿泊した後、それぞれ大変な経験をするんですけれども、やっぱり家庭で寝泊まりするのとは全く違うので、そういう経験を経た上で、実はここに来た人が例えば足が不自由だったらどうなのかなと。外国人で日本語が通じなかったらどうなのかな、子どもたちがいたら環境また関わるよねみたいなことで、想像しながら話し合うというような場を作ったりですね、しました。そうこうしていると、その防災キャンプで集まったメンバーたち、結構多様な人たちがいて、若狭公民館の事業だけでやるっていうんだったらやっぱり限界があるし、実は市外、那覇市外からもこういった取り組みを一緒にしたいっていう声が上がってきた中で、この防災教育っていうのをもっと定常的に行えるように、そしていざという時、災害が起こった時に、その中間支援の団体として自分たちが率先して動けるようになりたいということで、一般社団法人災害プラットフォームっていうのが、この防災キャンプの参加しているメンバーの中で立ち上がりました。コロナ禍、そこでコロナがやってきたので、コロナ禍で地域防災をどうするのかとかですね、コロナ禍での避難所運営の在り方を検証しようみたいな動きに発展したりしました。その前ですね。そういうふうにいろんな防災の取り組みをしながら、そして楽しみながら、やっていると、やっぱりそういう発信を受け取っていろんな方が一緒にやりたいなっていう声が上がるんですね。チームスポットジャンブルという劇団があって、そこの方からの連絡でこういうことがありました。医療的ケア児、医療的ケアが必要な子どもたち、もしくはそういう人たちがいざ避難所に来た時どういうことが起こるかということを想定した即興演劇のワークショップを開発したと。それはこれまで大学の中でゼミでやったりしたことはあるんだけども、地域の中でやってみたいっていう話があって、それでこの防災キャンプと合わせてやったりもしました。ある状況を想定するんですね。医療的ケアが必要な、例えば人工呼吸器をつけている子どもがここに来ましたと、電源が必要です。でもこの電源ってやっぱ限られてるし、子どもたちはゲームをして代わりばんこで遊んでたりするのに、これを貸してってなかなか言いづらかったり、料理で使うのに必要だったり、そういった中で、それぞれ役回りを持ってどんなことが起こりそうか、その時の状況に応じてそれぞれが即興で演じるっていうことをしたんですけど、これは面白いのが、やっぱり感情を伴う経験って情報、知識で知るのと全く違うので、記憶の定着度が違うんですね。そういったことをしたり、それをまた那覇市の総合防災訓練と連動して防災キャンプをしたり、学校の体育館とか実際の避難所でもこういうことをしてたりします。それに合わせてこの、即興演劇もやったりとかですね、そういうふうにいろんな取り組みを重ねて今防災っていうのをしてます。なので、先ほどの話にちょっと戻ると、避難所、4月3日のその津波の警報が出た時などもかなり混乱はしたんですけど、やはりうちの職員とかは割とこういうことで経験しているので、対応は早かったと思うし、割とスムーズだった方なんじゃないかなっていうのは感じています。というこんな取り組みをしております、防災。はい、ありがとうございます。ちなみに宮城さん、今日全国の、視聴者の方、オンラすインいまで。せん、1個肝心なのを飛ばして終わろうとしてた。ありがとう。そして、実は那覇市民共同大学院っていう那覇市の地域づくり人材育成の研修っていうか、その講座をうちの NPO が受託して企画運営をしてるんですが、昨年度の受講生たちが、この辺りネパールの留学生多いので、そういったこともあって、
ネパール人留学生に向けた防災の啓発とか、いざ避難所に行った時の食の問題とかですね、地域のコミュニティとの関わりの問題があるので、そういったことに向けた取り組みをしたいということで動き始めてます。それも若狭公民館も連携しながら一緒に取り組んでるっていうことで、いざというその外国人向け、ネパールの方々向けの防災食のアレンジレシピ開発をしようとか、お互い顔の見える関係性を作ろうとかっていうのを、朝食会、朝ごはんを食べながら、防災の知識とか、どこから情報を入手すべきとかですね、緊急対応のこととかをお伝えするっていうような取り組みもしてたりします。はい。肝心なの忘れてましたね。最後の大事なスライドですはい。ね。はい、あありりががとうごとうざいごまざいす。ます。この最後の大事なスライドというのが、ネパール人学生の防災啓発ということで、青木さん、おそらく、高岡でも外国ルーツの方々の防災、後でお話しいただきますけど、こちらの活動、若さんの活動を見て何かコメントありますか？想像、イマジネーションの方の想像っていうところに、こう、なんていうか、使うというか、それをこう、活性化させるというか、そういったところで、いろんな工夫をされてるんだなっていうのを今、映像で見て思って、例えば、なんか最後の方に出てきた、みんなそうでしたけど、演劇と防災を組み合わせてやるとか、こういうやり方があるんだなと思いました。というのは、先ほど若林さんもこうリハーサル、それはアートの話ですね。でも防災ってリハーサルだって、でも想そうです。像して動く、でその時にその想像の範囲っていうのが、どこまで他者に向けて、自分と違う人に向けて想像が働かせられるのかどうかっていうことがすごく大事だなって普段から思って、これは防災に限らずなんですけど思っていて、それが防災っていう場面では、命を守るっていうところにつながるというか、大事だなって、そのなんか想像が私の中でキーワードとして残って、しかもその想像が単なる頭の中で言葉で想像するとかじゃなくて、感情を伴っていくっていうところまでこう落とし込んでいくっていうのが、これでも多分、じゃあやってみようって言って簡単にできるもんじゃないんじゃないかなとも思ったりして、そこら辺の苦労とか、なんか工夫した点とかあったら教えていただきたいなと思って聞いてました。はい、ありがとうございます。今の、防災と演劇との組み合わせで言うと、別に私たちがやろうと思ってやったということよりは、防災即興演劇を通じた教育活動をしている劇団から、今この防災に関する取り組みというか、そういったプログラムを開発したので、地域でできるパートナーを探していると。若狭公民館なんかいろいろやってるんで、やれませんかみたいな感じで来たんですね。で、こちらはいろんな楽しいことをしながらそれを発信してるので、発信してるって結構重要で、発信してると、この地域に暮らしてるとか、この地域で活動してるという方以外でも、面白いと反応した人が、外からでも一緒にやりましょうというテーマを持って来られるので、そういった形でやってると。で、先ほどの防災キャンプの話も、防災キャンプっていうのは楽しそうだな、やれたらいいなって、もやもやって思ってたんだけれども、私たち公民館の職員がいきなりやろうと言っても、あんまりこうサバイバルとかキャンプの経験とか薄い私たちが計画してもあんまりうまくいかないかもって思ってる時に、キャンパーで、その大学コンソーシアムのコーディネーターをしている人が防災をテーマに那覇市で何かしたいと思っていて、で、私たちがこのカエルキャラバンをアレンジした、ヤールキャラバンというのをやってるっていうのを知って、若狭だったら何かできるかもって相談に来られたんですね。で、話し合ってるうちに、あ、キャンパーなんだ、じゃあ防災キャンプできたらいいねみたいな話で盛り上がって、それからじゃあまず試しにちっちゃく、いきなりお客さんっていうかな、参加者募ってやるのリスク高いので、ちょっと知り合いを誘う程度で声かけようって、もう10名とかそれぐらいの人数でここに寝泊まりして、トライアルでやって、あ、これプログラム化していけるねと、式を通じて年4回はやっていこうみたいな話で、その場で、
宿泊してるので話す時間たっぷりあるのでずっと話をしてて、それでやってったっていう感じで、人と話をしてやってるので、私たちが企画して全部やってるわけではなくてっていう感じです、はい、ありがとうございます。発信し続けるって結構大事なんですね。なんか発信しっぱなしだと宝が出ていくようなイメージがあるんですけど、実は発信したその情報にある情報とかあるその連携先とかが乗っかって巡り巡って自分たちに戻ってくるっていうことがあるんですね、というのを聞いていて、今日、コミュニケーションというのをテーマにしていますが、なんか発信し続けるっていうのは宝が戻ってくるっていうこともあるんだなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。田村さん、何かコメントをちょっとだけいただいていいですか。はいはい、ちょっとだけですね。大丈夫ですよ、いっぱいでも。正月の能登半島地震からずっと関わってまして、本当に現実が厳しいなっていう実感ですね。まだ輪島市内だけでも400人の人が避難所で暮らしてますし、いわゆる在宅ですね、もう本当お家全開で一間だけ大丈夫っていうところにおばあちゃん一人で住んでて、これ厳しいなっていうふうに日々感じてます。被災地に行く人も正直少ないし、どうして行ったらいいのかなって悩ましいですね。で、一方で、楽しい防災っていうのもあって、でそこにいろんな人が関わってるっていうのもすごく魅力的ではあるんですけど、なんか楽しい防災と厳しい現実っていうののギャップに、私この何年か、でも10年ぐらいかな、ずっと悩んでいて、どうすればこの厳しい現実を多少でもこう楽にできるのかな。地域の担い手ってもう本当に変わっていて、このままだとやっぱ高齢者がどんどん中心になっていくから、もう中高生と外国人に期待するしかないんですけれども、そこの流れをですね、すいません、ちょっと騒がしくて、そこの流れをどうやって作っていったらいいのかなっていうのは、今日またね、午後にも議論したいな。入り口としてアートが開いていくっていうのはすごくわかるんですけれども、それをこう、厳しい現実とどうつないでいけばいいのかなというところをね、ディスカッションを深められたらいいかなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。これ非常に大事なところなので、後で永田さん最後にコメントもいただけたらなと思います。では、お待たせいたしました、NPO 法人アレセ高岡2022年度受賞の、青木さん、すでにコメントをたくさんいただいていますが、活動動画を見るところから、はい、始めたいと思います。では動画をお願いいたします。プログラムの一つである防災ワークショップでは、高岡市内外の外国ルーツの親子のほか、消防関係者や地域の防災担当者、自治会長などさまざまな方が参加しました。本当に自分の命を守るには、子どもたちは、その言葉だけで災害弱者にはなってほしくない、自分たちの命は自分で守るんだという意識の向上だったりとか、あるいは人とつながることがどういったことなのか、そういうふうなことを気づいてもらいたいなと思って、もう本当に防災は広いですけれども、これが切り口となってつながるということがどんなことなのかっていうのを一人一人思っていただければいいかなと思っています。Eu achei interessante, né? É importante para a comunidade, né? Na hora do terremoto, saber o que fazer, né? É importante.多様性の時代の中で、いろんな方、住人の方おられます。その中で、外国人の方、言葉が通じない方もいらっしゃると思うので、そういった協力を求める機会として、こうやってつながれたことが、今回意義深いものがあったと思います。地域のすべての人々が互いの違いを理解尊重し、多様性を真に受け止める市民となっていくことを目指した活動が続けられています。はい、防災のところを、取り出して、ご紹介いたしましたが、青木さん、アレッセ高岡は外国ルーツの子どもたち、青少年の、大きな意味で教育支援というのをなさっていると思うんですけれども、その中に防災訓練、防災の取り組みがあるということは、この、どういった意味を持つのか、おそらく日常とは違う非日常の時間だと思うんですけれども、それは何か関係者とこうコミュニケーションしていく上で、何か
こう意図があってなさっていたのか、そのあたりを伺えたらと思いますが。確かによくなんで防災やってるのっていうふうに聞かれたりすることがあるんですけど、まあ、実際にはたまたまスタッフの中に地域の消防団に入っている人がいて詳しいことがあったからってこともありましたけれども、でもそれだけじゃなくてですね、なんていうんですかね、私たちは、まあ、基本は教育にこうちょっとフォーカスして活動してますけど、まあ、その後ちょっと若い世代が働くっていう場面も最近は意識してどう教育していくかってことも考えてますけど、その教育の場面でも働く場面でも地域には一緒に住んでいるけれども、なんだかんだ言ってこう一緒にいるだけというか、空間的に一緒にいるだけで交わってないっていう状況がずっと続いてて、で日常場面っていうのは結局それでもなんとなく日々が過ぎていくんですよね。こう分離してまま、なんか空間的には一緒にいるけど全然別行動をしてますみたいなところが、働く場面でも教育の場面でもなんかこうなんとなくそれでやってきてるけど、でも災害は誰にも等しくやってきて、その時にもうある意味協力せざるを得ないですよね。でずっとそのなんとなく日常生活別々にやっていけるっていう状況だと何にも変わらないなっていう焦燥感にすごく駆られていたので、これもしかしたらちょっとなんかこういう防災とか災害をなんか利用してやるみたいな言い方だからちょっとこう不謹慎に思われるかもしれないですけど、これはある意味すごく大事なコンテンツだし、いいコンテンツだっていうふうに頭切り替えてというか思うようになって、じゃあ本当にもう顔を向き合わさざるを得ないですよね、いざという時っていうのは。でそういう場面をそれこそさっきのキーワードだなと思った想像っていうところも含み込みながら、どう私たちは行動していくかっていうことを考えられるっていうふうに思って防災を取り組んでいます。はい、ありがとうございます。沖縄アーツカウンシルの植木さん、今想像というところを青木さんは非常に注目して、コメントしてくださいました。まあリハーサルに加えて、まあ、ロールプレイっていうのも、アートの特徴だなと思うんですけれども、何かアレッセ高岡の活動についてコメントありますか、質問などでも。はい、ありがとうございます。私ですね、富山県いたことあるんですよ。氷見市の方なんですけど、なので高岡隣の方だったんですけれども、すごい伝統工芸が盛んな町というところで、すごくいい町だなっていうところで、そこでまあそういったブラジルのルーツの方とかそういった取り組みがあるっていうことを今初めて知ったのですごく勉強になりました。なんていうんですかね、やっぱり私富山県にいた時にそれこそ海外のアーティストを受け入れて、まあ宿みたいな形でレジデンスをしてた時があるんですけども、ちっちゃい地震が起きただけですごく混乱してたんですよね。やっぱり地震っていうのは、まあ日本っていうところは、まあ、結構多発してるんですけど、海外ってなかなか、まあ、その人が出身だったところはなかなかないところなので、もうなんかすごく怖いみたいなところがあって、でなんかそういうところでもなんて海外の方への意識啓発っていうのがすごく重要だっていうところはめちゃくちゃ感じてました。でなんかちょっとまとまってないんで申し訳ないんですけども、それこそ空間を同じにしてるだけっていう話があったんですけども、それって本当にどうやったら解決できる、解決というかいい形にしていけるんだろうなって思っていて、街に愛着を持つ機会がないんですよね。まあなんか私自身も、なんていうかな、職場の往復は、職場はするし、仕事相手の方との交流はもちろんあるんですけれども、住んでる場所とか、まあ、それこそお隣さんとかっていうところ、なんかこういう仕事をやってるのに、お隣さんのことはあんま知らないとか、そういったことがあるなと思ってて、なんかそういう、なんですかね、なんか取り組もうとしてるんだけれども、自分の生活とのギャップ、それこそなんかその先ほど の楽しい防災と厳しい現実のギャップっていうところですが、もう荷物つながるのかなと思うんですけども、なんというかその乖離をなんか自分の中でもどうしたらいいものかなというふうなことを、だからまあなんか日頃の生活の中にその街に愛着を持つとか自分が住んでる場所に愛着を持つ機会っていうのをまあ意識的に作っていく必要があるなっていうふうに思いますし、まあだからこそそういう若狭公民館とかっていう、まあそういう拠点
となる場所っていうことの存在っていうのはすごい大事だなっていうところを思いながら、はい、見ておりました。ありがとうございます。はい、植地さんありがとうございます。はい、では最後に永田さんにコメントいただきたいと思いますが、今のアレッセの事例、そして、田村さんから問いが、投げかけられた、楽しい防災と、厳しい現実の狭間、に我々はいるんじゃないかということで、最後、コメントをよろしくお願いいたします。めちゃくちゃ難しい最後。田村さんとも古いので、田村さんがおっしゃっている、ずっと同じことを僕は突きつけられて、突きつけ、言い方悪いですね。そういうお題をもらって活動してきたので、すごく考えるところはいろいろあるんですけど、まず青木さんがされている活動、まず青木さん、カエルキャラバン呼んでくださいって言おうと思って、半分冗談です。で、ですね、おっしゃっていることを聞いてて、僕はもう2005年から活動を始めたときに、なんとなく、いろんな地域の支援に行きながら感じてた、ことがあって、それは、僕はもともと、防災の専門家じゃなくて、街づくりのコンサルティングとかの方が、がっつり専門なんですけど、だから、そういう住民さんから街づくりとか、いろいろ、そっちから入った人間として思うのは、思ってたことなんですけど、街づくりの世界、さっきのコミュニティがもう崩壊気味だとか、希薄になってるとか、担い手がいないとか、まあ、いろんなことを言う、すごく深い、根深い問題で、それがさっきの能登で今、顕在化する、災害時に顕在化してるんだと思うんですけど、より一層。で、そういうことに対して、防災って最後の砦になるんじゃないかっていうか、砦的存在じゃないかっていうのは、常に思っていて、つまり、いろんなことでつながれなくなった人たちが、もう一度防災は、なんか、つながれる可能性がある。まあ、それは背景には災害が非常に甚大化しているとか、頻発しているとか、いろんな背景があっていることだし、まあ、僕が取り組み始めた時から見ても、相当その防災に取り組む人たちのステークホルダーは圧倒的に増えてきたと思うんですね。ですから、この、最後の砦というふうな、それが、これを利用してっておっしゃったら、まさに大正解だと僕は思って聞いていて、それをまず、そういうことではないかな。だから、さっきの、僕も今、神戸とかいろんなところで、カエルキャラバンしか頼まれてないのに、中高生の授業も行きますよとかってやって、なんとかつなごうとしているのは、それであればつながれるきっかけを作れるんじゃないか、まあ、それだけじゃないですけどね、っていうのがあります。で、もう一つ、それがまず、青木さんに伝えたかったことなんですけど、コメントとしてお伝えしたかったことなんですけど、さっきの田村さんの話は、ちょっと僕、いつも防災は楽しいっていうコピーを、まあ、ちょっと作ってもらったので、まあ、使うんですけど、それで、その、防災は楽しいっていうコピーは、ちょっとまあ、僕もしっくりきてないところがあって、防災教育は楽しくっていうのが正確なんですけど、で、それは、実は、それで終わらなくて、やっぱり災害は厳しいし、被災は厳しいんだと思うんですね。で、そこに、ただ、今の状況、僕がまあ、やってる活動でいつも思うのは、どこから、今のまあ、コミュニティのそういう、崩壊気味だったり、マネリ化とか高齢化とか担い手がいないみたいなことに対して、どういうふうに、もう一度つながりを作り直したりとか、コミュニティを豊かにしている。コミュニティが豊かであれば、災害時も助け合えたりっていうことが生まれるはずなので、そこに向かうなんか一つの、取っかかりというかきっかけが、まあ、さっき利用するっていう言葉もありましたけど、これが、まあ僕的にはその帰りキャラバンっていう活動の中で、ある。で、それは、もっと言うと、今日前段でお話したパンジーとか、ふれあいオープン喫茶とか、ひざ窯も全部その中にあるんですね。だから、別に防災だけがコミュニティをつなげられると、まあ、最後の砦だとは思ってますけど、でも、それ以外にもいっぱいその可能性があって、今日は実は、宮城さんが話されている活動とか、もう、ここまでに皆さんが喋られてきた活動の中にいっぱいそういう種がいっぱいあるはずで、でそういうことをこう積み重ねていく中でもう一度何か豊かなコミュニティというか、なんかみんなこう自分主義で、個人主義で人のこと知らないとか、地域のこと知らないっていう社会じゃない社会をどうやって作っていくのか、理想論かもしれませんけど、もうそれはもうやり続けるしかないというか、なんかいろいろ手、あの手この手でやるしかないんじゃないかなっていう活動の一つが防災だと思っているので、それはまだ私も別にそれで、取り組んでたところが被災してこうなったっていう事例があんまないので、難しいんですけども、なんか、そういう、今日皆さんがこれからもシェアされるであろういろいろな種が、
そういうことにつながっていくことがものすごく重要なんじゃないかなというふうに思ってます。すいません。ありがとうございました。はい、永田さんありがとうございます。取っかかりを、生み出す、つながりを作り直すというお話がありました。やり続けるんだというところで、そのメニューのうちの一つなんだという、防災教育はメニューのうちの一つなんだという、お話もいただきました。やっぱりコミュニケーションし続ける、必要があるんだなという、防災というテーマでは、そういったやり続けるということが、厳しい現実に向かい合う一つの方法なんだなということがお話からも見えてきました。はい、では、あっという間に時間が過ぎまして、アートかける防災のセッションは以上でございます。宮城さん、青木さん、そして、永田さん、田村さん、植地さん、ありがとうございました。ありがとうございはましい、た。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらで、午前中のセッションは以上なんですけれども、最後に、今絶賛募集中の、地球市民賞のご案内だけいたします。7月26日金曜日が締め切りなんですけれども、次戦他戦は問わず、対象となるのは文化芸術や多様な、文化の共生、市民連携、国際相互理解の推進など、さまざまな、市民活動が対象となっておりますので、ぜひ、こちらの QR コードから詳細に飛んでいただけますので、皆さん、次戦でも、活動をぜひ、紹介したいということがあれば、他選でもご応募いただけたらと思います。それでは、会場の皆様も朝早くからありがとうございました。オンラインの皆さんも、ご視聴ありがとうございました。また午後2時から再開いたしますので、お昼を召し上がった後にまた、お立ち寄りいただけたらと思います。ありがとうございました。